こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、8ビートの使い分け、8ビートってあまたもうプリントをね、こうリズムパターンでいっぱい書いてあるけど、基本的には僕は5つだと思ってるんですよ。でそれの組み合わせでいろいろできるので、この5つの使い分けで、僕の理論的に言うと8ビートっていうのは、正直ベースがどんなパターンを弾いていても、ドラムはどのパターンを叩いてもそれなりにサウンドするというか、うまくこうアンサンブラするんですね。ただ、ベースがこう来てるからこうするとこんな感じになるとか、ドラムはこのリズムパターンだとこういう雰囲気になるからこのバスドラをここに入れておこうとか、次はこうしようみたいな形の、流れをいろいろ作れるといいかなと思うんですね。で、演奏していて戦略を立てるっていうのはすごい大事で、僕が好きなドラマーだと、組み立てが好きなドラマーだとミスチルの鈴木さんと、サザンの松田さんなんかはもう本当に神的なドラムのこう組み立てをしますね。ここにこの伏線を引いておくからこれ、ここにこの伏線を引いたからこれみたいな感じで、音楽が多分一緒にやるとすごい盛り上がっていく。もちろん川村川介さんとかも素晴らしいと思うんですけど、こういったみんな、やっぱりこういう風に組み立てるんだなっていうのを長年ね、こうコピーしてるとあるので、僕なりのこう考え方を。なので販売が上手なセールスマンっていうのは、感覚だけでできる人ってたまにいるんですけど、やっぱりね、過去の経験から感覚だけでできるんですが、やっぱり普通の人ってやっぱりしっかり整理してできるようになる。だから失敗してそれをこうもう一回こう見直してやっていく上でできるようになっていくっていうタイプとね。で本を読んで他人のこういう法則があるんだっていうことを気づいてやっていくのと一緒で、これも僕黒座式が必ずしも全員に当てはまるわけではないので、いろんな本を読んでみてやってもらったらいいと思います。僕なりのまとめ方ですね。黒田式では8ビートは5つに分けられて、その5つは2種類に分類されるって考えてます。なのでベースに対して、A か B かどっちかを選んでドラマを当てていくって形なんですが、基本でも8ビートっていうのはこの5種類っていうのは、どれをやってもらってもさっき言ったみたいに合うんですね。こういった、ドラムの、お役立ち情報をやっていくので、よければ、チャンネル登録の方もね、見逃さないようにやっておいていただけたらと思います。最後まで見て、いいなと思ったら高評価の方もお願いしますね。それでは、5大8ビートについて、5大8ビートっていうか、8ビートの基本は僕この2番だと思ってるんですけど、レッスンするときに最初バスドラを支部でやってもらった方が、みんな結構うまくはまるというか、バスドラ支部でこうやって踏んでもらって、で、ここはみんな3つ同時だよみたいな。これよくあると思うんですけど、もうアイドル系、僕もね、SKE とかもちょっと叩いたりしてるんですけど、ああいう SKE 的なやつだと、こういうダンスを中心にやるので、支部でこうバスドラがどんどん鳴ってる方が拍が取りやすいんですね。なのでアイドル系のものとか突進感のある感じで、2番が普通の8ビートで、これダウンアップ、ダウンアップ、ダウンアップ、体がダウンするとこにバスドラで、裏でアップさせるのにスネアを叩く、ダウンアップ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 、これがビートの基本になります。でもう何を置いても基本的に2番叩いとけば、間違いはないんですよ。それかも様子見るときは僕はもう3拍目なしにして、ベースがどう動いていくのかを聞いて2クラス目に合わせていくと、これはある意味すごく戦略、シンプルなところからベースに合わせて寄っていくっていう、そういうこう、戦略みたいにも見えるわけですよ。なので最初のカードとして、まずとりあえず出しておくカードみたいな、一番最初の定石みたいなやつですね、そういうものが2番だと思ってます。で3番っていうのが、ここですね。この3番っていうのが、このダウンアップからダウンに行くとこまでに、こうで8ビートをこういうロック系の8ビートを上手に叩くため、ジャズっぽい8ビートとの違いというのは別の動画でやってるので、また見ていただければと思います。こうアップしてダウンダウンで、ここに着手するって感じね。8ビートの2番の方もそうで、ダウンアップがダウンアップ、こう縦に順番に叩いていくタイプの人っているんですよ。太鼓の達人みたいな感じ。
まあ、別に悪くはないんですけど、やっぱりこう、やっぱりリズムがこうグルーブするためにはアップしたところからダウンに行こう、ここにつながるようなイメージで音量もバランスを決めてあげると、これがこの縦に順番にちょっと違うでしょ。この感覚ってすごい大事ですね。で、この3番っていうのはアップしたところからダウンするところに踏みしめる感じ、これバラードでよく使いますね。踏みしめる感じ、これね、テンポ速くなると逆に踏みしめる感じだから、こう2ビートに聞こえるんですよ。こうどっちかというとこう、まあ、ビジュアル系バンドとかはあんま使わないというか、ドンパドドンパンドンパドドンパンになっちゃうじゃないですか。だから、もうちょっと古いですけど、シンゴママのオハロックってやつ、あれだとシンゴママ子供たちのこういうスタイル、だ子供は逆にこの、ね、こういうこの4番、後で説明する4番みたいな力強くこう進行していく感じ、こういう感じだと信号ママがってやったらこう拍が分かんにくい。だからこう昔ね、こう営業の仕事でうちの生徒がアンパンマンを叩いてるのを見に行って、そしたらアンパンマンの時に結構4番のってやっちゃうと力強いすぎ感じ、4番は力強い感じなんですよ。なのでちょっと強そうなアンパンマンだよねみたいな。だからこう子供さん用のノリなんだったら大きく取った、だからバラードも大きく取った方がいいから3番を使うことが多いんですね。で、まあ、裏の拍はこっちに入るとこっちはまあ逆に言うとスピードが、まあ、意外と上がる感じになりますね。この次の音符を強調するので、このここを強調すると2ビートに聞こえる。1は必ず大きいんで、ドンパドドン、ここも強調しちゃうからこうイン2な感じに聞こえやすい。だからボサノバみたいなのはこっちですよね。だからイン2な感じに聞こえますよね。で4番、これまあこれなんか見てもらうと We Will Rock You ってことでしょ。このスネアを強調するわけですよ。スネアに向かってこう音が足されてるから、だからやっぱり力強い感じにしたかったら足をこう増やしていくっていう傾向にあるんですね。で4番のパターンのこの基本形のパターンを叩くと、ドッパンドとターンドンっていう4から1へ押す力が強くなるから、まあ、もちろんその4の B の方もというふうに、足はその手前に入れると次の音をこう押していく、まあ要はまあ雰囲気になるって感じですね。なのでこういう形ですね。なのでここだとこれは逆にスネアからこっちに行く形なので、むしろイン2に聞こえやすいかもしれないですね。はい、ここら辺のパターン、僕はこっちのパターンはこれ全部同じだって考えてて、こっちが2種類目のパターンなんですね。ここをシンコペーションする、つまりこうどっちかどうかどっちかどうか、この A の方ね、この音はこのスニアに向かうんですよ。こうドッタンドドタンとかドッタドドッタンがこう跳躍がなかったんですよ。ドッタドンタンドッタドーンタンみたいな跳躍力が生まれる感じ、これが、5番になります。でそれを受けるのにこれね、これは B5 番の変形というかは、これとこれ足したらこれにこっちになるよねみたいな感じで書いたんですけど、これね、これはもう本当に僕様子見ると、ここのベースがどう弾いてくるかっていうのをよく聞いてるためにこれを使うんですけど、まあこの形がこう合体すると、ね、
サザンの松田さんはこのパターンとこっちのパターンすごく使い分けますね。この1個音が増えるだけですごい雰囲気変わるの でここにバスドラを入れてあげたり、ドドタドにしたりねっていうのと交互にやったりとかね。やっぱりこう波が来る、やっぱサザンだから波が来る感じ。というかあのミスチル の, あの鈴木さんもバスドラのパターンこの5番が多いで、コードが2つずつ、要はコードが1小節に1個だとだいたい5番を叩くことが多くて、これの方がこう回転するというか、多分そのシンガーソングライターギターのシンガーソングライターの人だとジャーンズジャーンジャジャジャのイメージになるので、このバスドラがハマるんだと思うんですけど、コードがジャーンジャーンジャーンみたいな感じでこう下ってきたりするときに2部で来るとき、これはここにこの下ってきてコードが変わるときにバスドラがないじゃないですか。だからそういうときはこっちを使ってるんですね。なので上か下を使う感じで、実際ベースがシンコペーションしてないか、ドラムがもちろんベースがシンコペーションしててドラムがしてないっていうのもアンサンブルになるので全然ありなんだけど、ここら辺の関係をしっかりこういろいろ観察すると、あ、いいアンサンブルってどういう風になるんだなみたいな感じで、まあ応用編っていうのがここにちょっと載ってるんですけど、これは結局この1番から5番のパターンを小節をまたぐようにシンコペーションしたり組み合わせたりしてるだけなので、この 5つのやつのまあいろいろ組み合わせによってまあ8ビートで全部できてるんだなっていうふうに僕は考えてるんですね。なので、この5対8ビートを一生懸命練習してもらったら大体の曲はできるようになると思うし、じゃあ実際に、自分がこうオリジナルバンドやった時にどうやってバスドラを組んでいけばいいかっていうところらへんはこういうのを手がかりにやってもらったらいいと思うんですね。で、このまあ次のお正月なんですけど、まあこの部分をねちょっとこういうふうにベースに対してベースを一緒にやるって言うんですけど、そういうこうこの音に対してなんでこの音を選んだかみたいなのはやっぱりいろいろ考えるですね。ドラムがこうやってきたからベースこうやっていこうっていうのももちろんあるし、逆にベースがこうきたからドラムこういこうっていうのめちゃくちゃあるんで、このパターンに対して戦略的に何を選んでいくか、ベースが今これやってるから、ほんでまた2コーラス、この曲は3コーラスまでだからこのパターンからスタートしようかなっていう戦略が組めると、非常にこうドラムでパターンを変えるだけでこうだん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 こう積み上がっていくみたいな演奏ができると思うんですね。なのでそこら辺をすごいこう勉強する手がかりになるので、この5大8ビートっていうのをちょっと分類してちゃんと練習してみてもらってですね、でいろんな曲をコピーするといいかなと。でそのコピーしたりするところのコツはお正月に、動画でお送りしたいと思いますので、5日間だけのちょっと限定になりますので、ぜひ見ていただければと思います。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。あ、資料の方は LINE の登録 と、メルマガの方でお送りさせてもらいますので登録しておいてください。高評価もお願いします。